お、ところでこの VTuber 動画って何やるんだ？まさか何も考えてなかった。なるほどね。何も考えていなかったわけだな。せっかくプラットフォームが VR チャットなんだから、それを活かしたコンテンツにする必要があるな。そうだね。おう、あるぞ。 VR チャットは実際何でもできるサンドボックスみたいなものだからな。この映像作品のプラットフォームとして利用している VR チャットは、読んで名のごとく VR 空間上でアバターを通したボイスチャットができることで有名です。しかし Unity 5を使用して自分だけのワールドを作成することも可能とされています。特にこのワールド作成、ユニティ上での機能を使うということは、ワールドに様々な仕掛けを作ることで独自のゲームを制作することが可能なのです。現に VR チャット公式がゲームワールドを公開しております。 VR 上で FPS がプレイできるワールド、どっかの映画にあったようなディスクバトルなど、レクリエーションには最適な公式ワールドが揃えられています。で、早速やってきたのはVR 上でボーリングができるワールド、ロック&ボール。こちらも公式が配信しているワールドです。ちゃんとルールはね、そのままボーリングやったことある方ならもうお分かりでしょう。まあ特に説明するまでもありません。じゃあ早速やってみましょう。ボールか。せっかくだから俺はこの赤のボールを選ぶぜ。ちゃんとさ、これあれだよね、穴に穴をしっかり掴んで、よし行くぞ。ちゃんといいとこに立って、この辺りだな。この辺りだな。で、こうだね。こうやって持って、そーい、あっ、あっ、あー、ガタ、ガタ、ガタ、ちくしょう、あー、ちくしょう。実は言うと、現在、映像の方には、映像っていうか、私が見えてる方では、ちゃんとスコアボードが出ているんですよ。確認してみましょう。ほら、見えてる。そう、この視点だったらスコアが見えているわけなんです。今度こそやってやるぜ。そーい、どうだ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 、勢い弱。わあ、8本。これであと2本ぶっ倒せばスペアだな。スペアぐらいいけるさ。いくぜ。せーの、ほい。お、これいけるんじゃね、いけるんじゃね、いけるんじゃね、いけるんじゃね。そーい、スペア、イエーイ、イエーイ。いいぜ、スペアだ。す、ほっ、ほい。うわあ、せーの、おい。これコントロールむずいな。いやー、なかなかうまくいかないですね。ただね、こうやってチャットゲームでボーリングができるっていうのもなかなか斬新ではありますよね。いくぞ。すっ、お、カーター、マジかよ。
遅い。そっちにずれるんか。ああ。カーブした。カーブした。ちょっと感動。そういうこともできんのね。おっ、バウンドしちゃってるし、落ちたし、そういどうだ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 、そういボーリングの床ってすげえ滑るからね。まあ俺シャボンの子だから全然なんともないんだけどさ。おい、行け行け。ゲームオーバー。いかがだったでしょうか。こちらがロック&ボール VR チャット公式で提供されているボーリング場です。スコアはね、まあ、うん、気にすんな。はい、ね、5連分ありますんで、ね、お友達、他のフレンドを連れてきて、ね、5人で同時にボーリングっていうのもありかもしれませんね。ベッ、飛んでったぞ。大丈夫か。ああ、戻ってきた。本日の作品はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価、まだチャンネル登録をしていないという方はぜひともサブスクライブよろしくお願いいたします。今回のバーチャル動画以外にもルミナスアイアイシリーズというビデオブログ作品もやっております。北海道を舞台にしたビデオブログ作品でございますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。